小倉北区と戸畑区の間、工場が立ち並ぶ場所の海なんですけれども、イルカでしょうか、群れになって優雅に泳いでいる様子が確認できます。今年2月、北九州市小倉北区と戸畑区の間を流れる境川の河口付近、5頭ほどのイルカが泳いでいるのが岸壁からも見えました。専門家によると、この付近では2020年以降イルカが確認されるようになり、周辺に住み着いている可能性が高いということです。佐賀県白石町の電柱に巣を作ったのはコウノトリ。自然界には全国でも300羽ほどしか生息していません。この巣で今年5月に2羽のヒナが誕生し、翌月には個体を識別するための足輪の取り付けや体重測定などが実施されました。町民から名前を募集し、メスはカノン、オスはシロと名付けられました。元気に餌を食べるこちらの豚、実は警察に届けられた落とし物なんです。6月、佐賀県の伊万里警察署に届いた豚。署員からキャットフードや野菜などを与えられ、元気に過ごすも飼い主が現れません。およそ3週間後、 NPO 法人に引き渡されました。少し寂しくなりますけど、新しいとこで元気に暮らしていってほしいなと思います。伊万里警察署には去年もヤギ1頭とイグアナ1匹が落とし物として届けられていました。来年はないことを願います。10月、福岡市西区の金竹地区で発見されたのは、最初はもうすぐそこでひょこっと顔だけ出してたので、通り過ぎる時にちょっと尻尾が大きくてふさふさしてたので、ちょっと狐かもしれないと思って。福岡市動物園によると、尻尾の大きさや毛並みなどからホンドギツネと見られます。可愛らしい見た目ですが、野生のキツネの体にはノミやダニなどがいるということで、絶対に触らないよう注意を呼びかけています。猿って通報した方がいいの？電話って言う？電話。福岡市南区の住宅街に現れた猿、ベランダから川沿いのフェンスに飛び移り、ゆっくりと歩いていきます。家の中からも見てただけなんで被害とかはなかったんですけど、思ったより大きくてやっぱちょっと怖いなと思って。9月以降は猿に子供が襲われる被害が相次ぎました。猿は目が合った男児に襲いかかり、住宅が立ち並ぶ方向に逃げていったということです。自分より弱そうだなと思って、ちょっかい出したりとか脅かしたりしてるんだと思います。山に近い地域だけでなく、ついにはこんな場所にも。福岡市早良区の RKB 放送会館の防犯カメラにも、玄関を横切る猿の姿が映っていました。 RKB のまとめでは、今年9月以降に猿に襲われて怪我をした人は27人に上っていて、特に小さな子供がいる家庭は注意が必要です。